2015から2016シーズンの NBA は NBA の70回目のシーズンである。プレシーズンは2015年10月3日の日曜に始まり10月23日に終了。レギュラーシーズンは2015年10月27日の火曜に始まり2016年4月13日に終了。ドラフトではカール・アンソニー・タウンズが ミネソタティンバーウルブズから全体1位指名を受けた。その他には、デアンジェロ、ラッセル、ジャリル・オカフォー、クリスタプス・ポルジンギス、マイルス・スターナー、デビン・ブッカー、ケリー・ウーブレ、テリー・ロジアー、モントレズ・ハレル、ジョシュ・リチャードソン、ノーマン・パウエルなどが指名された。ドラフト外選手には、クリスチャン・ウッドなどがいる。オールスターには、K.A. タウンズ、ディ・ラッセル、ケイ・ポルジンギス、 ディーブッカーの4名が選ばれている。コービー・ブライアント・ショーン・マリオン・レイ・キリレンコ、ケニオン・マーティン・スティーブーン・ジャクソン NBA、フリーエージェントの交渉は2015年7月1日より、開始され、7月10日から期限までに契約する、必要がある。プレイヤー・オプション、チーム・オプション、アーリー・ターミネーション、オプション・ウェーバートレーニング・キャンプ・カット・シーズン・中シーズン、 中2015年の NBA ドラフトは2015年6月25日にニューヨーク市ブルックリンクにあるバークレイズセンターにおいて開催され ESPN によって放送された。プレシーズンは2015年10月3日の日曜に始まり10月23日に終了した。レギュラーシーズンは2015年10月27日に始まり 2016年4月13日に終了。DR イコールディビジョン順位、CR イコールカンファレンス順位、PCT イコール勝率、Z イコール全体で、ホームコートアドバンテージ、X イコールカンファレンスで、ホームコートアドバンテージハットインジ、パトリック・ビバリーは、足首の負傷で欠場レップ・ビバリーに変えて、エマニュエル・ムリエーが出場プレイオフは、2016年4月16日に、 開始。ディビジョン優勝太字シリーズ勝利、ホームコートアドバンテージ。ありがとうございます。